とりあえず1本来いや。とりあえず。またバレた。だから俺もバレてましたよ。本当ですか。絶対。で、最初アサイズはやっぱチョコビタレラがちょっと 0.5、でだんだん 0.3、あ、だんだん軽くですね。で、ゆっくり引っ張ってやっぱ上層上でいくから、それ朝からやっと絶対きちんと。すごい水温下がったんで。多分誰から聞いてもめっちゃ冷たい。多分無理です。こういうのがいっぱいいるんで、虫なんて食わないんですよ。厚切りステーキの上にして買ったエビせん食いますよ。俺ぐらいひねくれたら食うかも。虫にやっぱ狙われちゃうん、競争に出ちゃうと。風吹いたとかっていうんだったらいいんですけど、虫ダメか。リスクを犯してまでは虫食わないっていう、ここの魚です。トラウテもでもそうなんです。ドライフライ食わないです。優しく指摘されちゃう。結構慣れない人はもっと寄ってくれっていう、そういう地形をイメージして狙うっていうのにやっぱ慣れてないと。気持ちわからんでもない。お、来た来た。お。ジグですか？ジグです。あの年間のおまけ、年間のおまけ。いやーい。リアコのジグザグが取る。こうずっとこうそこで動かしてポロってこう何もないところにもがポンってあるんで、そこについてる可能性はあります。結構難しいですけどね。もう想像通りにいかない。でポールでフレアをさせるためのリフトなんで、リフトさせる前に効いた方がいいです。効かないままリフトさせちゃうとそこで弾いちゃうんで、結構激しくやって弾いちゃってる人が多いです。下野さんなんか見てるともう静かに動かしてる。あんな感じです。動かすと不安なんですよ。ながらというよりは、巻き合わせてハンドルが重くなってから立てるっていう。ハンドル重くならなければまだすぐそこで落としてセカンドバイト狙う。小さいんすよ。来ました。54。わー、いったー。やばい。ありがとうございます。こんな感じじゃなくて実はこのぐらいです。これでサイズわかる。やーい。やーい。シューティング場所。シューティング場所。大谷ロック。いや、ほんとポイントに名前つけちゃっていいですか。大谷ロック。はい、そうですね。で、あの時はもう少し風がなかったら見えたのな。逆の風だったんですか。西風だったんですか。お、結構良さそう。やーい、サイズダウン。ワンアップショット。ワンアップショット。まあこれぐらいは普通ですか。あれぐらいです。許容範囲です。許容範囲。あと。
みんなワーム買い出してます。今日は飲んだ方がいいですよ。酒はいいことあった日に飲もうとしたら、悪いことを忘れるために飲んだらな。ブレイクのショルダーですよね。よし、すげえは。やったー。毎日やったらしいもんよ。嬉しい。すごい見られてる。40ない。これ一般の人から見たらようやるなぁ言われる。おぉ、やっと来たぞ。あー、曲がれた、ごめんなさい。言ったそばから。なんですかこの人。すごいっすね。すごいな。多分な、これな。こっちだぞ。いや、俺じゃないっすよ。あ、俺のだ。はい。今日早くに。いや、当たった当たった。やっ、すごいっすね。これ3種目達成じゃないですか。スモール、ハヤ、木。木も入るか。しかも木が一番でかいっていう。しかも当たってる当たってるっつって。当たってる当たってる。コンコンコン。しかもちゃんと食ってましたね。ちゃんと食ってたよ。もう笑かさないでください。もう釣りする気なくなってきた俺。近くにでかいやついますからね。近くにでかいやついますからね。使ってないです。お。お。お、どちら。これはバスです。どちらはバスですね。もう絶対。だから近くにでかいのいるっていうのが。すごいすごい。あ、これ。俺も取らせたったんだけど。あ、そうなんだ。俺も取らせたったんだけど、早だったんだよな、俺な。みんなが早く届いて、うわ楽しそう。追払いをしてすげえ。大谷さんやるもんってすごい。素晴らしい。すごいすごい。今日一じゃないですか。めっちゃでかいですよ。2着とは何ポジョンだ。これ今日のフィッシュですね。今日のフィッシュ。今日のフィッシュ。すごい。でかいでかい。もうなんかレベルが違うぐらいでかい。
調子悪い今日。ライキョライキョ。自分で入ってきた。はい、行きます。はいよ。いや、収まんないですよ。収まんないって、トップ。そう、収まんねえのトップで。